はい、こんばんは。あ、もうおはようございますですかね。はい、所長です。はい、今日は赤指示屋についてご説明したいと思います。赤指示屋、今苦しんでる方本当に辛いと思いますね。私も赤指示屋になったことがあるので本当に辛さはわかります。赤指示屋は、もう、悪魔と言いますか、生き地獄と言いますか、こう、なんて言いますか、本当に苦しいんですね。本当に刑務所に、私は入ったことないんですけど、刑務所に入れられて、身動き取れない、ぐらい、いや、それ以上かな、本当に、なんて言いますかね、もう、この世で一番恐ろしい、って表現していいのかどうか。もうそれくらい苦しいんですね。本当に苦しかった。私は本当に苦しくて、いや、死とかは考えなかったですけど、どうにかそこから脱却したいと言いますか、もう苦しくて毎日もがいていましたね。本当に大変でした。赤指示屋はそれだけ大変です。まあ、なんて言いますかね。赤指示屋は、落ち着いてられないんですね、本当に。動き回らないといけないというか、本当に、せわしなく動きます。もう足踏みしたり、もう、ベッドに寝ていられなくて、こう、ベッドでバタバタって足をやったり、こう、姿勢を何度も変えたり、頻繁にこうベッド上で世話しないです、本当。もうベッドにいることができない。まあ、あと点滴とかが受けれない。もう点滴やってる最中も針抜いて、もう歩いてたいぐらい、もう本当にじたばた、落ち着かない。もう発達障害のものとは全然違う、もう苦しみを受けます。まあ、歩いているときは少し緩和されるんですけど、それでも、なんて言いますかね、不安、なんていう気持ちかな、表現できないんだけど、本当に、落ち着いてられないんですよね。なったことある人しかわからないんですけど、本当これは苦しみますね。なったらもう、あ、もうならないでほしいんですけど、なったら、もうこれは、原則二つの方法で脱却しましょう。ということで、私今回、この動画を上げさせていただいたんですけど、例えば、一つ目はやっぱり根本となる薬をなくすっていう方法ですね。慣れろっていうのはちょっと地獄ですよ。やっぱり、薬に慣れろっていうのは結構地獄だと思います。あんなきつい、ものを薬に慣れるまで我慢しろっていうのは我慢できないんだからどうしようもないですよね。なので薬を減らしてもらう、もしくはその原因となる薬をなくす、それが一つ目。これはもう耐えなくていいです。皆さん耐えなくていいですから、耐えるまで我慢するより、もう我慢できないんですけど、我慢できなくてバタバタするよりかは、減薬してもらう。それか、減薬でダメならやめる。これしか方法はないです。あ、これしか方法はないって言ったんですけど、もう一つだけ、その薬がどうしても、やめられない、大事な薬だというなったら、まあ、減薬した上でですね、まあ、対処法としましては、こういった、これは、副作用止めって言われるものなんですけど、ビペリデン、ちょっと発音悪いですかね。見えますかね、これ。ビペリデンという、薬。これ、副作用止めなので、これだけで、
飲むっていうことはないんですけど、こういった薬を使って、落ち着きのなさだったり、普通の落ち着きのなさではないんですよ、本当に皆さん。なったことしか、なった人にしかわからないんですけど、本当に苦しいです。家族も困ります、本当に。もう一日中歩いてたい、そんな感じです。落ち着きがもう寝れなくて、あと、こう、そのせいで寝れなくて不眠にもなります。もう健康を害しますから。なので、もうやめるか、減薬中にこういった大切な薬だったら、まあ、こういった副作用止め、まず一つ目、このビペリデンっていうのを紹介しました。を飲むっていう形なんですけど、あと、まあ、同じタイプではないです。すいません。間違えました。同じ副作用止めではあるんですけど、このトリヘキシ、私あまり飲んだことないんで、これは、トリヘキシフェニジルという薬ですね。こういったものもあります。まあ、赤シジアってなったら、大抵はビペリデンか、このトリヘキ、フェニジルですね。そういった薬を飲んで、抑えます。私の場合は、こっちのビペリデンでしたね。ビペリデン結構、まあ、効くって言えば効くんですけど、すぐにこのビペリデンが効くかっていうと、効かないんですよ、赤指示は。すいません、赤指示で今苦しんでる人。これ飲めばもう落ち着くのかというと、落ち着きません。本当に辛いと思うんですけど、落ち着きません。やっぱり薬って、風邪薬もそうだと思うんですけど、飲んですぐ効くってわけではないと思うんですよね。今苦しんでると思うんですけど、まあ、飲んで、全く効かないということはないですよ、薬だから、やっぱり。でも、足の震えとか、そういったものは、やっぱり止まらないのではないかなと思いますね、しばらくの間は。でも、これを飲み続けていく間で、これにも副作用あるので、普通の人は飲まないでほしいんですけど、まあ、処方されないと飲めないものなんですけど、これを飲んでいくうちに収まればっていう形なんですけど、それで収まらなければやっぱりやめるべきです。先生と相談した上で。あと、まあ、どっちかというと、こういったリポトリールですね。こういったものも副作用止め。これ抗不安薬なんですけど、そういったものでも赤指示に、まあ、効くですかね。まあ、大抵副作用止めだとこっちのビペリデン出されるんですけど、こういったリポトリールっていう薬もある。まあ、他にもいろいろあるんですけど、今の3種類が代表的な副作用止め、赤指示のものになってきます。皆さん、やっぱり、今赤指示になってる人は苦しいと思うんですけど、ずっとその状態が続くわけではないということを、頭の中に片隅に置いて、過ごしてほしいと思います。私もこれずっと治らないんじゃないか、もう大変だ大変だって思ってて、大変だったんですけど、本当に。でも、薬をやめたり、あと、別な薬に変えたり、こういったものを飲むことで、徐々にですけど、徐々に治っていきます。私治りましたから、そこは本当です。それを信じて、でも、数週間で治るとか、1ヶ月で治るとか、それは私断言できません。でも、私は個人差あるんですけど、治りましたから、それを信じて、やってほしいと思います。本当に今、きついと思うんですけど、あとは先生とよく相談して、勝手に薬やめないでくださいね。それも大事ですから。赤字じゃ、本当に苦しいと思うんですけど、頑張ってると思います、本当に。でも、本当に治りますから、いつか多分。
多分って言ってすいません。でも治ると思います。治るということを信じてやっていきましょう。はい、今日の動画はここまでとなります。ちょっと熱が入ってすいませんでした。いつもご覧いただいてありがとうございます。では失礼いたします。